どうも、はじめまして、山和です。この度、YouTube チャンネルを開設することになりました。簡単に自己紹介をしますと、現在29歳で東京に住んでいます。宮崎県出身でずっと宮崎にいたんですけども、人生を変えようと思って東京に引っ越してきました。この3年間が人生で一番楽しい時間です。昔は自分のことが大嫌いで毎日泣いてました。本気で自殺を考えたこともありますけど、今は自分のことが大好きで愛しています。自分のことを好きになるとものすごく人生変わるので、好きになるためにやってきたことや感じたこと、人ってこんなに変われるよっていうことをこのチャンネルでは発信していきます。また私は今後カウンセラーとしても活動していきたいと思っています。なのでこのチャンネルで顔は出さないにしても公開カウンセリングっていうのをやっていきたいと思ってます。人って意外と同じことで悩んでたりするんですよね。なのでこの動画を見て共感したり、あ、同じこと悩んでる、この人はこれで解決したんだなって、じゃあ私も同じようにやってみようとか、私はこっちでやってみようとか、悩むことって悪いことじゃないんだなとか、悩み相談をすることって恥ずかしいことじゃないんだなとか、逆に自分も誰かの悩みを聞いてあげたいなとか感じていってほしいなと思います。そうすると誹謗中傷とかいじめとか自殺とか、そういうのが減っていくんじゃないかなと思っております。誹謗中傷、いじめ、自殺がない世界、みんなが人生ワクワクで楽しくって幸せな世界、そこを見て、そこを実現させていきたいと思っています。共感や応援をいただけるのであれば、どうかチャンネル登録や高評価、コメントをお願いいたします。次回の動画は山和の生まれてきたからこれまでの人生について、ちょっと長い自己紹介をやっていきたいと思いますので、私に興味を持ってくれた方はよかったら見てください。ではまた。